この何 <laughs> そうそうここ抜きってるかるでする <laughs> う,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 うの彼としてその上がアルファ1あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファアルファホビーうーんへーだから一応売れてるっていうか出してるからね売れてるんだろうけどうん まあでもどうなんだろうね、今、FX3 と S3 ってどっちが売れてるんだろうね、さすがに S3 の売れてるかアルファ 7S3 はい、例のサイトで、おい、順位はいくつでしょう、当てにいくよ、うん、正月一発目、はい、アルファ 7S3 の某サイトのランキングは 四十七位 <laughs> ないなのないないない七十三低い七十三位、うん、厳しいね厳しいね F X 一 F X 三は FX にはねカテゴリーが別なんでビデオカメラコーナーになるのあっそっか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 ,か,、うん、そかそっか,そかなるほど、ね、ちなみにねちなみにね、うん、まあこれまあこれただこれもみんなね何とも言ってますけどこれあくまでもただ本当にしに調べて見てる数字を言ってるだけで。 このサイトが当てにならないとかっていう人も結構多々いらっしゃるのは分かっておりますあくまでも数十で言ってるだけですのでこれは参考にしてるだけですはい実際そうかあしいとは言っておりませんあくまでもここに出てる調べる方法が他にないからですそうですはいはいえとちなみに S3 の上が72でございます66位とかそういう感じですよだもうそのくらい売れてないってことだよね72と S3 がこの何 そうそうそ,うその上がアルファ163位あまあでもそんなもんかアルファ1がそこに行ってくれてちょっと安心してよ俺は今でその上が ZVE1 あ<ー>だから結構この辺に一ッチなカメラなんだね ZVE1 <ー>とかも ZVE1 なんて最高だよ AIF ついてるんだよね確かあれすごいよあのカメラあれすごいそうエセンス入ってね だけど、うんけど今もうあもう今二十六万なんだね安いね。うーんあだいぶ値段下がったね。二十六万で六十三位。うーん六十三位か。厳しいね。うーん。まあ役割終わったか。のかな。うん。だってこれでさえ。終ったっすよ。 E1、e e、出ちゃったからさ E1 出てさ、うんうん、それより安いバージョンが出て、うん、やっぱ売れるんだってなれやさあれだけどさあまあやっぱりセンシティブのこの特性を生かすのはやはり映像の道、うん、にあるということなのかなという形でしょうねそこに活路を見いだすという形でしょうね。うねだから リアルねうん,うんそっかまあでもねこの FX50 と目されるこのフルサイズ機ですよ、うん、50なのにフルサイズだという噂ですよあくまでも噂。で今噂の中に入っているスペックがもし本当なとするならば、うん やっぱり映像作家さんたちまあ百々夫婦と、うん、おなることは間違いないでしょうねこれはないでしょうね。うーん。S4 は画期的なセンサーが出たら出すんじゃないですか。それは画期的なセンサーを,画期,サーを画期的なセンサーを多分映像の方にのけると思います。うん。百、まあ、ワンチャンそれもあるかもしれない。うん、だから例えば。 部長とも話しましたけど、まあ、この話デジャブだけど結局うん、うん、アルファナインの話もそんな話してたじゃないですかナインの役割みたいな話になった時にそしたら結局グローバルシャッターでまさかこういう形で出る、まあ、若干は思いましたけどスーパースー,パー,スー,パー <laughs> 特化型で出たからもっと特化型で出ないと生き残れないのかなってだからもう、うん、本来の S3 だった役割がもうなんか FX っていうのが出てきちゃって。 食われ食われたようななんか統合しちゃったみたいな感じになっちゃってるから、うん、なんか変化したって感じするよねあそあ,そう,あそうだねその,の変化したって言葉いいですねうん,うんだからほ本来は高画素機だったはずなのにそれがみんなで動画機として使ってるってあこういう使い方するんだって言ってうんねで答えが出ちゃったからね出ちゃったねうん,うんそういうことか。 まあねでもそんなちょっとあの映像の方にはちょっと嬉しい噂が出ましたよという形でございますとはいね、はい、えとね太陽さんが今日はコメントしないつもりでいましたが某サイトを見ていたら α7CR が売れ筋7位に上がってましたすごいね、うん、7位だって、はいうん、今ねさっき7位くらいでしたね、うん、ええー、すごいねあのカメラ7位になっちゃうも 1>, 1位が C2 ボディ1位っていうかまあ、うんえー、とソ,ニーだソニーだと3 1位で2位がセフォ43位が CR、うん、で4位がまあこれソニーの中ですよソニーの中ですあの総合ではないです、うん、C2 のズームきレンズキットで部長が 振った6700が第,、はい、第5位と6700出てるんですよねやっぱり APSC 出てるんですよで我らが R5 でその次が6700のズームキットで ZVE10、うん、でまさかの6400。 やっぱ安いの売れんだね、金額のメリットっていうのはやっぱり、そこのスケールメリットはやっぱ確実にあるってことですね、だね結局ね。ーえっ、ー、と、アルファ93、ヨドバシで発売日当日の渡ししますとなってたけど、予約待ちにならないので珍しいですね、いや、そんなことないと思うよ、この金額でだったらならないっすよ。うん、ならない、ならない。ならないっすよあの、かつてのアルファワンだってなってないですからね。あの ネットで売れて逃げちゃって言いますけどこんな尖ったカメラが売れてたまるかってや、ねうん、いや売れるわけねすよ <laughs> そうですよあの売れるわけないですよ売れるわけないですよそれはねめちゃくちゃとってますからそれ Z8Z9 と比べたらはダメですよだからうん、うん、マルチ機じゃないですからね、うん、全然うんみんながみんな欲しいカメラじゃないですから、はい、そうですねはい相当相当ですねやっぱり、ね、これは やっぱりね、まあ自分がやっぱり本番にしてるのはまあ二つあって、やっぱり、えー、そのハイスピード化でのフラッシュライティングをまずは試してみたいのと、うんえー、あとは伊豆毛ケ島での動植物、植物じゃない動物を撮るときにのどの程度取れるかですよね。そうどのぐらいやっぱり、ね、その打率が上がるのか、最新の積層型 AI AF の ハイスピード売れるわけないですよって汗そ,それはそうですよ、うん、そんなあのそういうカメラじゃないですそういうカメラじゃないですからそういうカメラじゃないですね、はい、うんそうですそうです、ね、逆にこのカメラが予約待ちになる状態って多分異常事態ですね。うん、異常だと思います、うん、それって多分スポーツ 撮影だ行き渡ったら売れないカメラですからね、こいそうだね、行き渡ったらもう終わりのカメラってね。やっぱりこれが、そうですね、やっぱり、うん、相当マニアックですね。うんうん、ですね。だまだじゃあ、まあ、うん、うん、やっぱマニアックだな。<laughs> いやマニアックですよ、相当マニアックですよ、うんうん、だって画素数2400万画素にしてても、あのハイスピードが欲しいっていう方が買うカメラなんで、僕はどっちっていうと、あそこのまあ実際の,実のところも欲しいですが、やはりそのグローバルシャッターを搭載した第1号機、ソニーのね、ということで、まあ、そこを体験したいっていう気持ちも含めて買うっていう、まあ、買い方としては結構特殊なんですよ、僕の買い方っていうのは。うん どっちかっていうと。なので、あのー、そうですね。うん、あ、はいはい、78あ、RX78 か、77ぐらいか、なるほど、うんうん、<laughs> そういうことですね。<laughs> そう画素数がねそう、みんなそこでやっぱりあの二の足を踏んで諦めたわけですからね、そこのところでね。好感度もね、うん、APSC 並みって言われてますけどね。まあ うんこれでもだいぶ最後のあのー、いわゆる製品版のファームでだいぶ変わったっていう話は聞きますけどねうん,うんこれまあこればっかりは買ってみると分からんですねそうだねやっぱちゃんとある程度腰据えて使ってみないとねその辺はねわかんないですねうん,うんね結構またそういう話になっちゃってあれですけどまあ ずったってじゃあ他のメーカーが出せるんだって言ったら出せないわけだからそこはもう自信持ってソニーさすがソニーだよって思えばね、うん、あんなカメラあんなカメラって言い方ですがあ,あんなすごいカメラ他のメーカーは出せるわけないんだからそう考えればすごいですよっうん確かに、うん、はいで自信持ってましたようん、うん、ソニーさん、うん、持ってたよ<あ>あ実際触った感じも<れ>もうああ確かに裕大のことあるなと思いましたうん、うん 触り心地というかホールド感を達成してるのはすごいなと思った。うん、もうやっぱりアルファなんですよ。うん、あの小型っていうところに関してはもう明らかにアルファなんですけど、もうね、本当それをまあね、そう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 、うん、よくはあそこまでよくねあのよくぞやったなと思います、ね、ま本当に小型にこだわってるんだなってあの時の話こだわっとるね。もう,もう強烈にこだわってるね。あの93のあの解説のもう。もう 見てこのちっちゃいのにこれなんだよっつってもうすごい必死と伝わってましたあのスタッフも伝わってく伝わってくるここに詰め込んだぞとそうねにちょっと大きなったけどここに収めたっていうとっ言ってた言い方が結構そういう言い方だもんねここに収めましたっていう言い方だもんねうんあれはねやっぱり自信持ってると思うすごくうんいろいろ言われてますけどねうんねえ まあ楽しみですはい。はい